日高津義は、日本の政治家。衆議院議員、環境大臣政務官、民主党総括副幹事長兼税制調査会、副会長、国民の生活が第一幹事長代行などを歴任。妻は、元参議院議員、平野貞夫の次女。神奈川県横浜市保土ヶ谷区出身。横浜市立立花中学校、神奈川県立旭高等学校を卒業後。 1986年に、早稲田大学社会科学部に入学。総大在学中は、早稲田大学応援部に所属し、副省、連盟上任委員などを務めた。また、大学の先輩でもある、松原人氏に支持し、東京都議会議員選挙にボランティアスタッフとして参加。1990年、大学卒業後、東京海上火災保険勤務を経て、1991年より、 松原一氏の推薦を受け小沢一郎事務所に入所し、所生、秘書を務める。1994年、平野の次女と結婚。1998年7月12日、32歳で、自身が被選挙権を得て、最初の参院選となる、第18回参議院議員通常選挙に、神奈川県選挙区から自由党公認で立候補し、 立候補者15名中24万1189票の8位で落選。2000年6月25日、第42回衆議院議員総選挙に自由党公認で神奈川7区から立候補。8万5340票を集めた現職の鈴木、常を8万189票を集めた須藤信彦に次ぐ3万7827票の3位に終わったが、 須藤と同様に比例復活で初当選。2003年自由党の合併により民主党所属となる。同年11月9日の第43回衆議院議員総選挙では神奈川7区民主党の現職須藤との間で候補者調整が行われ、日高は7区と隣接する神奈川18区からの立候補となった。 18区での準備期間は短かったが64,879票を集め58,001票の山際広四郎を破り再選。2005年9月11日第44回衆議院議員総選挙に民主党公認で立候補。111,787票を集めた山際に対し77,877 77票の辞典となる。名簿順位二位で 重複立候補していたが、赤配率69.6%のため、復活できず落選。2009年8月30日実施の第45回衆議院議員総選挙に民主党公認で立候補。11万239票を集め、前職の山際を下し参戦。2009年10月7日、民主党副幹事長に就任。2010年6月に、 東福幹次長を退任。2010年9月に環境大臣政務官に就任。2011年6月1日、官内閣不信任決議案に賛成するため、環境大臣政務官の辞表を提出したが、6月2日の衆議院本会議前の民主党大議士会で、菅直人首相の早期退陣が示唆されたことから、同決議案の採決では反対票を投じた。 6月3日には、菅首相からの移流に応じ、辞表を撤回した。2011年9月に、党総括副幹事長と、党税制調査会副会長に就任。2012年の消費増税をめぐる政局では、野田内閣による、消費増税法案の閣議決定に抗議して3月30日に、党総括副幹事長の辞表を提出し、4月23日の、 党役委員会で受理された。6月26日の衆議院本会議で行われた同法案の採決では、党の賛成方針に反して反対票を投じた。7月2日には山岡健次らを介して離党届が提出された。民主党は7月3日の常任幹事会で離党届を受理せず除籍処分とする方針を決定し、 7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年7月11日、国民の生活が第一決闘に参加した。党幹事長代行に就任。同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に日本未来の党公認で立候補。25,279票の4位に終わり、比例復活もできずに落選した。 2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙に生活の投稿人で立候補。2105票の5位に終わり比例復活もできずに落選した。2017年の第48回衆議院議員総選挙では自由党神奈川県連代表だった日高は神奈川18区から立候補する予定であったが自由党は 野党結集を図るため公認候補を出さない方針を決めた。千葉12区に国会し、希望の党公認で立候補するも落選。2018年4月に自由党、神奈川18区支部長に復帰した。2020年10月6日、旧立憲民主党と旧国民民主党の合流新党である立憲民主党は常任理事会を開き、2名の衆議院小選挙区、 総支部長を選任した。千葉12区は、日高、神奈川17区は、元衆議院議員の神山洋介に決まった。ありがとうございます。